決めるぜ。よっと、行くぜ。光が当たるところには必ず影がある勝者という概念がある以上敗者は同じくして存在する。これらは因果関係にあり切り離すことはできない。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すればそのやり方を知ることができる。ついに祝賀なるか。もろもろと手回しした甲斐があった。これまで長く時間がかかったが、これで雨隠れの内戦は終わり。あとは平定に向け適当に環境を作っていけばいい。さて次は俺の祝願がなるよ。お前たちに協力してもらう、そういう約束だったな。分かっている。具体的には何をすればいい？まずはメンバーだ。暁として活動するためメンバーを集める。数はそうだな、俺を外して10名といったところだ。すでに暁にはお前とコナン、そして絶の3人がいる。残りの7名を集める。なぜお前は入らない？俺は裏でいろいろあるのでな。時が来れば暁に加わるが、それまでのリーダーはお前がやれ。分かった。もとよりお前の計画は俺のもう一つの祝願でもある。それで他のメンバーはどうするの？ある程度こちらで目星はつけている。脆弱な輩に入られても困るからな。どこの誰？今目星をつけているのは3名。滝隠れの禁術を盗み、不死として生きる忍び、覚悟、砂の抜け人で、傀儡の天才、サソリ。そして最後の一人は、俺に近しい存在。そいつは俺が連れてこよう。案内は、絶にさせる。お前たちはそれぞれにコンタクトを取り、メンバーに招き入れろ。さあ、動け。我らの待望のため。このレベルでは大した金にならないな。むちゃくちゃだね。なんだお前たちは。不死の忍び覚悟、お前を暁へと迎え入れる。暁？本当の平和を作り出すための組織だよ。そんな組織などどうでもいい。今俺が興味あるのは金だけだ。興味あるなしは関係ない。お前はただ暁に入ればいい。随分な物言いだな。どうやら力の差もわからぬ愚か者のようだ。お前は金にならなそうだが、少々口が過ぎた。俺と戦うか。
それもいいだろう。俺が勝ったら、お前を暁に連れて行く。こいつ。来い。戦闘開始。神の力を知る。そしておのの。ただの忍びではないようだな。やつも殺人者ではない。シャリンガンのためにあたしに協力しろ。それがお前の生きる唯一の理由。今こそさらくお前の力はこの程度ではない。あの俺が遊ばれているとでも言うの。お前の力は暁でこそ生かすことができる。俺のところに来い。うん、諦めろ。この強さ実は大した強さが来るかもしれないな。こいつとせそこだ。裁きを受けろ。行くぞ。裁きを受けろ。この俺に勝利する夢でも見た。勝死。勝負あり。これが結果だ。英語を生きるお前でも神には。お前の負けだ。この力一体。俺はこの世を正す神。来い。悠久の時を生きるお前に居場所を与えてやる。お前ほどの者が属する組織なら、名のある賞金首と戦う機会も少なくないだろう。暁、どうやらことのほか金の匂いがする組織のようだな。決まりだね。目的は達した。戻るぞ。しけた里だった。素材として使えそうなのがほとんど嫌がらねえ。次は当たりだといいが。風の国に点在する忍び里がたった一夜で潰される事件を何度か耳にした。あなたの仕業だったのね、赤砂のサソリ。なんだ、てめえは。あなたを暁に誘いに来た。暁？聞いたことねえな。これからの活動にあなたの力が必要。私たちに力を貸しなさい。ずいぶんと上からの物言いじゃねえか。暁は抜け人のあなたを守る場所と考える。
仕事さえしてくれれば、あとは何をしてもお咎めはない。なるほど。悪い話じゃない。悪い話じゃないな。何をする気？あいにくと、自分の身は自分で守れるってな。どうやら俺はついている。さっきの里にはがっかりしたが、今こうして俺の前になかなかの素材が現れてくれた。喜べ。お前は三代目レベルのコレクションにしている。実力で連れていく。なかなか興味深いな、お前。徹底的に調べてやる。戦闘開始。俺の芸術のためだ。お前には犠牲になってもらう。私には使命がある。攻撃するまで倒れるわけにはいかない。操る術だ。初めて見たが、なかなかのもんだ。案外やるじゃねえか。あなたね、やはりその力は暁で振る舞う。ここまで手こずるとは思ってなかった。ただの忍びじゃねえか、こいつ。俺のくぐつをものともせず、イラつくな、お前。準備できる。もはや神くず同然。おっと、消えてもらう。実力で連れていくと。宿波の舞。勝負あり。私には目もう一度言う。私たちに力を貸しなさい。熱。負けた俺に選択肢はない。どこにでも連れて行け。思いのほか物分かりがいいわ。他の暁の奴らを見てみたくなっただけだ。お前の術のように今までにない芸術性を感じられるかもしれないからな。そこを期待されても困るけど、あなたが入ると決めたのならそれでいいわ。こちらもうまくいったようだな。
その後はどうだ。あなたが連れてきたイタチを含め加入した者たちは人中力に関する情報収集と資金稼ぎをさせてるわ。それでいい。で、あんたの方は次のメンバーに目星がついたか。ああ、追加の一人は霧隠れの忍び星垣貴様だ。貴様、あの霧隠れの怪人か。奴には俺の方からコンタクトを取る。そういえばこちらでも気になる情報が入っているのだけど。なんだ。三人の一人オロチマルが暁に探りを入れているらしい。どうする、潰す。オロチマルの行動ルートも手に入れてるけど。その情報源は確かサソリの部下だとか。フェイン、この件はお前とサソリで当たれ。接触後の対応は任せる。分かった。俺の知るオロチマルは癖の強い性格だ。そう簡単に奴の情報は流れないはず。おそらく狙いがあるんだ。まずは挨拶した方がいいのかしら。挨拶は不要だ。お前のことはいろいろと調べさせてもらっている。あら、そうなの。お前が暁を探ろうと動いていることも知っている。なるほど、だから私を消しに来たと。でもね、私もあなたのことをよく知っているわよ。赤砂のサソリ、今はそのいびつな傀儡に隠れているけど、あなたの本当の武器は三代目風影のはず。ほう、よく調べたな。風影のことはバラしてなかったんだがな。興味あることはとことん調べる性分なのよ、私は。そう、ここまでは兜がもたらした情報として知っているけれど、まさかあの目が暁にあるとは知らなかった。イタチのシャリンガンだけでなくリンネガンまで。今私が興味あるのは暁、もっともっと調べたい。お前が何に興味を持とう、別にどうでもいい。どの道お前はここで消える運命だしな。それはどうかし、逆に私があなたを捕らえ暁の情報を吸い出すことも考えられる。上等じゃねえか。俺がやる。手を出すんじゃねえぞ。いいだろ。キルコでも別に良かったが、お前には完全な敗北を教えてやろうと思ってな。完全な敗北、果たしてそれはどんな味かしら。すぐに分かる。じっくり味わえ。戦闘開始。俺の砂鉄からは逃げられない。三代目風影の術、一度味わっていたかった。かつて三角で出た大な無性を有していたあなた、落ちぶれたわね。世俗の評価なんてくだらねえ。俺は俺の芸術を極めることの方が重要だ。いちいち気持ち悪いやつだ。本当に人間か。同じようなものです。一区別の
なた。これが敗北の味だ。ありがたく味わいやがれ、蛇野郎。